お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はねメガナイトロイフグ紹介したいなと思います。でこれ前多分ねあるんですけど、エレキだったかな、スケドラの枠がエレキだったんですけども、まあスケドラね強いんで今日スケドラ型でやっていきたいなと思います。というわけでマジアちゃん久々に使いますね、てか使いたかったんで今日はねこのデッキ使うんですけど、まあ、最近なんだろうね、なんか基本的に4コスの枠がまあなんかもうスケドラかハンターかまあマスケとかで、とかまあスケドラがやっぱ多いんで、マジオちゃんがねそう最近いないんですよ全然。なんかまあファイボが増えたっていうのもあると思いますし、やっぱこうマジオちゃん対策のカード増えてる印象がというかまあ多い気がするので、マジオちゃんいなかったんですけど、ちょっと久々にね射抜きたいなと、はい、思います。というわけでなんだ、相手マスケスケ、あーバルーンですね。んいやーこれブラフ、いやホグかーい、 2.6 億です。さあこれはいい感じのカウンターが決まりそうですね。でマジアチャでまあ大砲か射抜きつつ、そうですね、で、まあ、ファイブ来たら来たで、よいしょ、そしたらコストもそんなないと思うので、せめて、いやこれ金起動されるんですよね。そううまいけど、いやうまっいやメガナイト、いやそうなんですよね、前半この金起動がしんどいんですけど、いやー今の間に削りてー、でなんなら大砲も使ったからこれに大砲間に合ってるか、けっ通んないですが、まあこっからねどうにかぶっ刺していきたいですね。マジアチャで射抜くか、まあ射抜いた後にてかもう射抜こうとしたらファイボが来るので、その後スケドラ追加だったり、てかまあスケドラとマジアチャを、まあ、スケドラ端っこ、マジアチャ真ん中みたいな感じで出せば、相手もちょっとね、ファイボーがどっちに打とうってなるとも思いますし、まあ、そんな感じでペースつかめたらいいなと思います。さあ、26ですね、26。いや、前半の金起動ね、痛いんですよね。そう、なんかロイフグとかって金起動されると後半すごい入らなくなるんで、よいしょ。さあとりあえず言うの出しつつ、右サイドにダメージ受けてないので、まあ、マジアチャ5打たれたら打たれたでいいかな的な感じで、さあマジアチャ合わせます。でそうですね、まあ基本逆サイ行きますよねと。でこれマジアチャがいい感じになってくれないかな、で5を使ってくれたらいいなと思いつつ、いや右が入る、そしていいね、マジでちょで、ウッドを使ったか覚えてない、ヒースピー添えて、いや2マスキーいますね、これ1回後ろからですね、メガナイトで踏みたい、なんならあーめっちゃいい、それ踏めないし、これ5打たれるし、打たれねえかな、 OK。 いやーさあこれどう突破しますか、まあケツメガで1回形を作ります。逆サイアイゴレホグとか、アイゴレ誘導が来そうですね、ホグ来そう、まあ、ユーノ走らせつつマジアチャで5打ってきたらこのスケドラ止まんないよ、でこれヒースピで回復させてあげつつ、あー待ってロイグこれ固めたつもりね、1-3にしたかったけど、まあいいでしょうという、いや大砲2個、いやこれアイゴレに行くか、いやもうねこう事故を狙うしかないんですよね、いやでも受けがうまいな相手も。そう、事故を狙いたい。OKOKOK。で、今回これ5ボールあるので、メガナイト出して。いや、めっちゃいいマスケだな、それ。うわ、来ますね。これなんなら正面に置いてあげて、ウッドで耐える。OKOKOK。ナイス、ナイス。いい。で、マジアチャで大砲か、アイゴレ射抜く。スケ、射抜いて。たまたま事故れ。さあ、ユーノ追加。陸が1枚しかない。大砲で受ける。いやー、26うまいっすね。26使ってる人ってみんな。これなんなら、マジアチとロイフグの間が空いて、5打ちにくい。いや、いいですね。いや、いいんだけど。で、まあ、メガナイト出して、5ボリがあるので。いや、これはね、逃げ切りたいですね。非常に逃げ切りたい。うぶ、出た。危ねえ。マスキーが。危ねえ。事故る。そしてメガナイトが飛んで、どっか行っちゃう、お前、ボケ。逆サイ行っちゃった。まあ。で、ファイブを使った。で、適当にヒースピーも添えて、ファイブを使ったので、スケドラも添えて。うわー、めっちゃいい、ホグ。こ
これでもウッド使ってダメージ抑えたいですね。オッケー、ダメージ抑えれば僕の方が押してるので、オッケーオッケー。負けないでしょ。あー、これはゴボリが間に合う。オッケー、さすがにこれは勝ったんじゃないのか。最後にイモりたい。最後にイモれば勝ち。で、なんならマジアチャで射抜きたい。すごいわがまま。最後にマジアチャで射抜きたい。マジアチャで射抜きたいだけでこのデッキ使ってますからね。オッケー、来た来た、マジアチャが、うん、射抜けない。はい、ナイス豚。というわけで、危ない、危ない、若干危ないですが、こう、まあ、メガナイトとホグの受けが2枚、メガナイトとゴボリでね、ホグの受けが2枚あるのと、まあ、ファイボクカツっていうので、ロイホグ、マジックアッチャー、スケドラか、いい感じに働いてましたね。マジアッチャーにファイブ打ったら、スケドラがずっとね、いて、ちょっと辛そうなところが、まあ、ありましたね。というところで、アーチャー、クロちゃんですね。テスラクロスですね。いや、今日でもなんか、ババロイジャイ、ババロイジャイみたいなのよ。だったんです。あ、迫撃っぽいですね。迫撃、ん？ナイターチャコウモリ？バルーン？あ、迫撃ですね。で、ナイターチャコウモリの型、懐かしいですね。すごい。これ、キング起動ワンチャンされるかな？トルネ。トルネでキング起動される。ISP か。いや、うまいですね。ロケで防衛。メガナイト。いや、もう2戦連続、うまくない？相手。ちゃんとキング起動してきますね。ロイホグ、キング起動されるとマジでダメージ入る量減るんで、痛いっすね。まあでもメガナイトでキング起動されるのは本当にしょうがないんですけどね。その間に頑張って攻めるんですけど、キング起動される瞬間に、綺麗に防衛されちゃうと、どうしようもないって感じですよね。ですけど、まあ相手今回、ロケット、ウッド、ん？スペルはちょっとよくわかんねえな。ロケ、マジアチャ大事になってくるよねっていう感じですかね。マジアチャで、射抜ければ勝てるし、射抜けなかったら負けるし、みたいなところで、さあ、これはメガナイトでタグ、お前なんでさっきから俺のメガナイトやべえ。すげえ逆行きますね。そんなに逆行くっていうぐらい逆に行ってて困るんですけど。よいしょ。さあ、まあ、ロケなんで、スケドラとロイホグ、ロイホグが言うてか、スケドラと、まあ、マジアチャがきついと思うんで、そこへいい感じにできたらいいかなと思うんですけど、まあ、相手の回転も早いんでね。さあ、いい感じにやれればいいかな。これ壊れた時にヒースプ一回タゲ取りたいですね。タゲ取れれば、OK。よいしょ。あ、ふい、ふい。うわ、いい延命だ。これウッドでいいな。タイルで、後半ロケ削りされるんですよね。まあ、それ避けたいですね、非常に。これ、ロイホグで竹取ります。これ、おしゃれですよね。よいしょ。さて、壊して、ああ、一発入ってない、ナイス。ナイトが間に合う。ああ、コウモリか。回転が早いですね。そうそうそう。でも、ちょっとペースは、僕の方に来たんじゃないでしょうか。一旦小ぶり置いて、また相手はもうロケ削りだと思うので、メガナイト逆再展開しつつ、こっからね、形作っていきたいんですけど。いや、どうだろうな、あの迫撃。まあ、ジュエチャで射抜きたいんですけど、まあ、バレてたら、なんかユニット来そうですね。オーケー。コウモリ？コウモリが来る。トルネロケですね。いや、警戒してる？いやー、あ、防衛答え。ナイス。いや、いいですね。いいですね。事故る、事故る。さあ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 、で、一回またケツメガナイト。メガナイトやっぱマジやっちゃったから、メガナイトスケドラの形がやっぱ相手はきつそうですね。非常に。で、トルネロケ避けたいので、マジやっちゃ結構逆サイに出します。で、なんならトルネ来たタイミングぐらいで、オッケーオッケーオッケー。これロイフグ止まんないんじゃない？あ、やってる！ロケ、スケドラが！いや、スケドラがいい。スケドラが？いや、防衛が硬い。あ、ジゴル？来た。で、相手はもう攻め迫しないといけないタイムだと思うんで、攻め迫警戒一回ゴブル置いて、そうですね。で、これマジアチャ犬くんのバレてるかな？危ない。バレてない。さあ、削りつつ。で、ロケ何周だこれ。すげえわかんないけど。で、ヒースピー添えて、よいしょ。マジアチャでね。もうメガナイトマジアチャですね。組めば、なんとかなります。で、陸がきつい？ユーノも追加してあげて、ちょっとやばいか。
オッケーオッケーオッケー。え、ロケ使ったっけ？なんかロイフグ飛ばせば、あ、俺のヒースピが、俺のヒースピ、あれ射抜けそうですね。さあ、もう射抜くことしか頭にないですから僕。ナイスナイス、いい。で、これ U の追加、もうスケドラーパーティーですね。いやー、ワンチャン、まあ、逆サイ飛ばしとけば、これロケだけで間に合うのかな、ワンチャン。これロケだけで持っていかれたらさすがにやばいですけどね。オッケーオッケー、ウッドも使った。これもあとは攻めとけば時間稼ぎで何とかなりますね。あぶねえ。前半金額とマジ痛いですね。みんなやってきますね。しかも 100%。そう。あれね。まあだから、まあ、されるのはでもしょうがない気もするんですけどね。まあしょうがない気もするんですけど、もっと大ダメージ与えないと、まあ、ちょっとね、苦しくなるかなというところで、まあ逆に、まあ高回転とか使ってる人とかは、まあ相手がこうメガナイトとか使ってくるときは、あれですね、ユニットで、まあユニット化施設で真ん中に寄せてからのもう一枚で、まあ二枚で、まあ、ユニット2枚あれば何でも近キロできますね。まああの、硬いユニットじゃない限りは。あの、なんで、まあ真ん中に、まあマースケとか、まあ何でもいいです。アイスピとかで飛ばせてからのタワーちょっと前にね。まあなんか何でも本当吹き矢でも、まあゴブリンでも好きでも何でもいいんでね。なんか出せば金キラできるよっていうところで、あの、うまいんでね。相手が今んところめっちゃうまいので、すごい参考になりますねというところで、しっかりメガナイトのね、金キラ皆さんやってくださいというわけで。あ、出た。エルザースカーレットってあれっすよね。あ、呼び捨て申し訳ないですけど。フェアリーテールの、あれキャラっすよね。あれ違うかな、全然違ったらごめんなさい。あの、赤い髪の可愛い人じゃないかっけ、強いね。全然、フェアリーテール若干知ってるぐらいなんで、本当に200だったらごめんなさい。でも多分そうだと思うんですけどね。そんな感じがするな。懐かしいですね。フェアリーテール。ちょっとしか見たことないんですけど。よいしょ。さあ、というわけで、相手は今回、クロスですね。クロス。あー、これ、一回メガネたり。いや、これダメだな。これ逆サイクロスちゃけられて、ピンチになるんで、クロス受けようとしたら、やられるかな。てか、これまた一緒か。これ、あれっすね。キングギド。これ、テスラに飛んでからの、壊れてから手前に ISP とかで、キングギドされるっすね。これ、マジで。されそうだな。あ、オッケーオッケー。いっか、あー、めっちゃいますけ。やばいですね、これ。クロス置かれそう。マスケ型ですね、今回、相手のクロスは。これ、タワーにダメージ入れる必要ないや。おい、いて。ちょっと待って。で、左殴るな。殴る。さあ、まあ、後半ですね。僕としては、やっぱ、スケドラとマジアチャを離して出して、ファイブどっちに打つってところで突破したいんですけど、できるかは、わかりませんよ、と。ユーナの突進もうまいこと使っていきたいですね。さあ、で、ケツメがしたときに、逆サイクロス立てられるとちょっと怖いので、一回ね、マジアチャから落ち着いていきます。こっちで行っちゃっていいかな。あ、そりゃそうだ。ファイブ来るな。ファイブ使ったんで、スケドラも追加して、相手攻めたいんで、そうですね。僕はじゃあ、僕も攻めるっていう感じですね。相手が、守んなかったらというか。よいしょ。ああ、でもそりゃそうですね。ファイブで綺麗に防衛されるんですよね。うっ、ナイス、ナイス。もう一発、ああ、ナイス、ロイグもよくやった。ロイグじゃない、言うのだ。ごめん。名前間違えちゃった、君。さあ、こっからですね。相手も一回落ち着きますね。マスケティアが厄介ですね。アーチャーだったらぶち抜けるんですけど。さあ。これは、まあ、一旦、ロイフグセパぐらいですかね。ロイフグセパの様子見ぐらいで、ほどほどにね。で、相手のクロスぐらい壊しますか。あー、ファイブ削り入るか。あの、動作マスキがどうしちゃおうかなって感じですね。で、これ無視の、これ多分間に合わねえ。あ、待って、マルチは間に合わねえな。やばい、マルチの感覚。やばい、待って、ファイブウッドなんぼだ。やばい、2周で終わる。あ、終わったっす、これ。多分もう僕が攻めようとした時にはあの削れず終わっちゃいそうな気がする。やめて、そんなことだけは避けて。さあ、ファイブオッケー。スケドラ残る。あ、もう残るよ、もうちょっと。うわ、まあ、まだあるぞ。非常にまだあるぞ。あー、待って、ファイブに締まる。ファイブに締やめてくれ。それだけやめてくれ。勘弁してくれ。やるぞ、本当に。諦めたらダメ。諦めなければ
ワンチャンはある。射抜く、射抜け、射抜け、お前射抜いてない、お前ダメだ、全然ダメだ、マジちゃん、お前。いやー、マスケがカタカタマスケですね、本当に。このマスケってどう突破しよう。そして相手のあれね、テスラ、いやこれダメっすね、終わった。いやー、で5打たれる。いや、そうですね。うわー、ウッドがめっちゃ転がってくるな。で、テスラも壊れてないんで。で、諦めたであろうところで行く。ワンチャン行け、ワンチャン行け、ワンチャン行け。5ウッドで終わらんのんじゃね。終わらんでくれ。終わらんでくれ。終わらんかったらワンチャンある、本当に。本当にワンチャンある気がする。マジでワンパン。最後にワンパン。あー、そっち来た。ダメだ。終わった。いや、ワンチャン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 。諦めなければ。ファイブが飛んでくる。ファイブが飛んでこない。いやー、惜しいなー。あ、ワンチャン、ワンチャン、マジでワンチャン。マジでワンチャンありそう。いやー、テスラ。テスラはダメ。あー、でもあれかも。時間切れだ。あはー、終わった。まあ、グッドゲームですね、マジで。テスラー、これどうだろうな。初めダメージ受けたっけ？後半突破できなかったのか。まあ、突破できなかったなら突破できないっす。はい。というわけで、まあ、なんかもうちょっとあったかな。まあ、有名な突進で事故ってくれればぐらいですね。僕がダメージを受けてたのが良くないですね。多分、そう、ダメージ交換したのが良くない。多分、守ろうと思えば、もうちょっと守れたので、まあ、ダメージ受けないようにすれば良かったかなぐらいですね。で、ギリギリで勝つとか、かな、と思います。ダメージ食らっちゃったら逃げ切られちゃいますね、というところなんですけど、メガナイト能力ね、まあ、いろんな方もありますし、結構強いんで、ぜひ、使ってみてください。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録と高評価とコメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。